人生にサプライズをまこなりです。今回は絶対やるな、ついやりがちな無駄な努力トップ5という話をしていきます。もう無意味なことに時間を使うのはやめませんか。生産性ジャンキーのこの私はとにかくやりきることが大事みたいな根性論は好きじゃありません。どうせやるなら少しでも効率よく短い時間でたくさんの成果を得たいと思っています。あなたも思い返してみてほしいんですよ。学生時代の部活の練習の仕方、もっと頭を使えば効率よく練習できたと思いませんか。中高の受験勉強、もっと適切な時間配分で勉強できていたらもっと上を目指せたのにと思いませんか。もっと戦略的に、戦略という言葉通り戦いを略すことを考えていれば効率よくできたのになと反省することありますよね。私はたくさんあります。私は人生において無駄が一切価値がないというつもりはありません。仲間とバカ話をしたり、お金に換算できない価値があると信じています。でも意識して無駄な時間を楽しむことと、意識せずに無駄な時間を浪費することは全くの別物です。もし意図せず気づかぬうちに無駄なことをしているなら見直すべきです。今回は私が強く信じている、これは絶対にやらなくてはいいという努力トップ5を発表します。ぜひ生産的な人生を手に入れるきっかけにしてください。では行きましょう。無駄な努力第5位。第5位は痩せるために走ることです。つきすぎた脂肪を減らして引き締まった体を手に入れるために有酸素運動はいりません。事実としてあのライザップさんも有酸素運動は特に進めていません。痩せるために有酸素運動はいらないというのはもうだいぶね知れ渡った知識にもかかわらず、いまだにダイエットのためにと頑張って走っている人がいます。ランニングはダイエットには向きません。これは知っている人も多いと思うんで比較的さらっと解説して終わります。もう知ってるよって人は第4位以降にご期待ください。痩せるためにランニングがダメな理由は3つあります。理由1つ目、手間の割にカロリー消費が少ないこと。成人男性ならランニングで消費できるカロリーは30分一生懸命走っても200カロリーから300カロリーです。おにぎり 1.5 個分です。30分だけ走ると言っても着替えたりシャワーを浴びたり、そういう時間を考えると1時間くらいは時間取られますよね。汗をかいた服は洗わないといけません。髪型だったり女性だったらメイクも直さないといけません。ランニングっていうのはね、とても手間と忍耐が必要なものにもかかわらず、あまりにもリターンが少ないんですよ。1時間かけて有酸素運動をするならおにぎり 1.5 個分を低カロリーのカップスープやサラダに置き換えた方が圧倒的にパフォーマンスがいいと思いませんか。たった一つの意思決定で終わりですよ。理由2つ目、お腹が空いて余計に食べてしまうこと。ランニングをするとシンプルにお腹が空きます。特に45分以上のランニングはコルチゾールという食欲を増やす脳内物質が出るんで、消費した以上に食べてしまいます。じゃあ30分程度の有酸素運動ならいいのかというと、私はそうは思いません。有酸素運動をしたらそれがまるで免罪符かのようについね食べてしまうんですよ。有酸素運動というのはお腹が空きます。私は小学生の頃太ってました。意外に思われるかもしれませんけど肥満児でした。でも実はバスケも水泳もやっていて、有酸素運動のカロリー消費はそこそこあったはずなんですけど、いつも練習が終わった後に毎回紅茶家電を一気飲みして消費カロリーをなぜか一気に全て回収。家に帰ったら白ご飯を2杯以上おかわりバクバク食べて全く痩せませんでした。食欲を我慢できる強靭な精神力があるならいいんですけど、もう普通はね無理ですよ。ここまでの話でもランニングがダイエットに効果的じゃないという理由としてはもう十分だと思いますけど、もう一つ理由があるんで挙げておきます。理由3つ目、老化が進むこと。ランニングをすると老化するというのは諸説あるんで断言はできません。長時間の有酸素運動は体の老化を促進させると言われています。適度な運動ならいいとも言われますけど、やりすぎは要注意ですね。個人的に一番気になるのは日中の紫外線を浴びて走る人ですね。紫外線は肌のシミやたるみの原因になります。日中に黒焦げになって走ってる人を見ると確かに老けているように見えます。そう見えるのは痩せているからかもしれません。偏見かもしれませんけど、紫外線が肌に悪影響があるっていうのは間違いないでしょう。夜に走るナイトランや室内マシンで走る人であれば問題ないと思いますけども、走ることが習慣になるとまあ今日くらいはいいかって言って日中に走るようになるんですよ。そうならないように気をつけないといけません。ではどうしたら痩せるのか皆さんは理解していますね。必要なのは食事制限、筋トレ、この2つだけです。炭水化物を少なめにして野菜と脂肪の少ないお肉を食べる。新陳代謝が落ちないように適度に筋トレする。筋トレは高負荷と短時間休憩を繰り返すヒットトレーニングでもいいです。ヒットトレーニング全く知らないって人はちょっと勉強不足だと思うんで調べた方がいいです。基本今言った食事制限と運動をやるだけなんですよ。これを愚直にやるのみです。それ以外に裏技なんてありません。そして重要度としては食事制限が9割。当たり前ですよね。摂取カロリーを減らせば人間は絶対に痩せるんですから。ダイエットの後食事量を一気に戻さないように気をつければリバウンドもしません。私は10代の頃5キ
キロくらいダイエットしたことがあります。食事量を減らして痩せたら徐々に食事を戻す。やったことはそれだけです。簡単に痩せました。今日はダイエット講座をしたいわけじゃないんで細かくは話しません。とにかく痩せようとして頑張って有酸素運動をするのは時間の無駄です。ボクササイズとか室内サイクルとかいろいろありますけど、痩せるという目的に対しては全部いらないです。有酸素運動ですっきり気分転換がしたい、体を動かしてストレスを減らしたいというのであればいい選択肢だと私は思います。ただ何度も言うように痩せるための手段としてお金を払ってやるっていうのは微妙な選択肢ではないでしょうか。痩せたいんであればもうごちゃごちゃ言わずにお腹いっぱい炭水化物を食べなければいいんです。自分の体重もコントロールできない人は自分の人生もコントロールできません。無駄な努力第4位。第4位は資格の勉強をすることです。資格の勉強をするっていうのはね、無駄な努力になりやすいので非常に注意すべき選択肢です。もちろんね、全部の資格がダメとは言いません。次の2つに当てはまるならいいと思います。まず1つ目、ゴールから逆算している場合、お医者さんになるとか公認会計士になるとか建築士になるとか具体的な夢があって、その夢の実現のために必要な国家資格があるなら頑張って勉強するのみです。要するにゴールが明確でゴールの達成のためにその資格が絶対に必要だと断言できるのであればもう学んでもいいと思います。2つ目は趣味としてやる場合、特に将来に生かすとか考えず、ただ新しいことをやってみたいから学ぶという場合です。それはもうね、エンタメにお金を払うのと同じなんで、やりたいことをやればいいと思います。役に立たなくてもいいからとにかく学びたいって、そういう意欲が持てるものがあること、それはね本当に素晴らしいことだと思います。そういう興味から人生が激変することもあるんで、ぜひ学んでほしいです。今言ったゴールからの逆算と趣味、どちらかならいいんですけど、資格を勉強する人の9割以上は違う理由で資格を勉強していると思ってます。多くの人が高いお金を払って講座を受講してまで資格を取る理由はこれです。その資格を取れば将来に役立ちそう、資格を取ることで今までとは違う面白い人生になりそう、履歴書に書くことが増えると市場価値が上がるかも、一言で言えばなんとなくです。なんとなく資格を勉強してるんですよ。ただこの動機で勉強してしまうと、極めて高い確率で頑張って勉強して資格を取ったけどどうしたらいいんだっけという感じでおります。新しい人生を手に入れようとした時に高いお金を払って資格の講座を受けようとする人はめちゃくちゃ多いんで注意が必要です。私も大学2年生の頃資格の勉強をしました。お金に詳しくなればお金を自在に生み出せる人間になれる気がすると、そうしたら自由な人生を手に入れられる気がすると、そういったまさになんとなくの理由でファイナンシャルプランナーと簿記の勉強をして資格を取りました。資格講座のパンフレットに書いてあるお金について詳しいと将来に役立つというキャッチコピーに踊らされました。ユーキャンに当時大学生としては高いお金を払いました。数ヶ月以上勉強して頑張って資格を取ったけど、あれ？これで何をすればいいんだろうっていう感じになっちゃいました。いやもちろんね、全く無価値だとは言いませんよ。簿記やファイナンシャルプランナーが無駄だと言いたいわけじゃないんですよ。知らない知識が身についたってことはその観点だけでは良かったです。でも結局職業として税理士、会計士、ファイナンシャルプランナーになりたいとかじゃなければもっと良い学び方があったと思うんですよ。資格というのは専門家になるというよりも問題の解き方を覚えるみたいなところがあるんですよね。問題の解き方を演習を通して何度も学ぶって別に必要な教養が身についてるわけじゃないんですよね。ただテストの解き方が上手くなっているだけ。私は簿記2級まで勉強しても正直企業の会計分析とかそういう知りたかったことは全く分からなくて、むしろ1000円で買える書籍、財務3票1体理解法とかそういうレビューの高い本を読んだ方が私としては得たものが多かったです。要するに大学生の私は資格に幻想を抱きすぎていたってことです。資格を取れば何か人生が良くなる気がする、すごい人間になれる気がするという、 こうイメージだけで勉強していました。これを見ている人の中にも資格を取れば人生変わる気がすると夢見ちゃってる人がいると思います。資格を持っているというステータスに憧れてしまうんです。どうかね、高いお金を払う前に慎重に判断してほしいです。特に民間企業がやってるような認定資格は学習費用も高額なことが多いです。ゴールから逆算した時に本当に資格は取らないといけないのかを考えてみてください。皆さんにやってほしいアクションプランは資格を取るよりも先に次の2つのことをやることです。まず1つ目、入門書を数冊読むこと。こうすることで問題の解き方に時間を使わなくて済みます。この話はこの後発表する3位の話にも通じます。資格の罠っていうのはその資格講座に申し込むことで自分がすごい人間になれたかのような錯覚を覚えることなんですよね。この資格をやり遂げればたくさんのことに知識がある自分になれるんだ、すごい自分になれるんだという勘違いをしてしまいます。だからついよく勉強もせずにポチってしまうんです。そうする前にまずは入門書を数冊読みましょう。
ましょう。私はテックキャンプという日本最大級のプログラミングスクール、エンジニア養成スクールをやってますけども、いきなりポチる前にまずは自分で勉強してみてはどうですかっていつも言ってます。その方がその人にとって良い意思決定になると思うからです。やってほしいこと2つ目は、実際に知識が必要な仕事をやってみることです。勉強っていうのはね、どんだけやっても結局勉強なんですよ。テストの解き方なんです。 TOEIC を一生懸命勉強するよりも、海外で生活して毎日英語を使った方がいいのと同じです。もう結局ね、やってみるのが一番なんですよ。そのやってみたい仕事が資格がないとできないっていうんだったら取った方がいいんですけど、例えば将来ワインバーを開きたいと思うんだったら、ワインソムリエの勉強を一生懸命そればっかりするんじゃなくて、とにかく早くワインバーで働いてみることです。もう最低賃金でもいいんで働いてみた方がいいです。その方が学ぶことがたくさんあると思います。ということでね、資格を取ればすごい人間になれそうという幻想に惑わされないようにしてほしいです。無駄な努力第3位は、本を全部読むことです。本を隅から隅まで頑張って読もうとする人がいます。これに関しては私が解説しようと思っていたんですけど、解説しようと思った時にうちの会社の C4 がめちゃくちゃ良いツイートを図表付きでしていてバズってました。概要欄にそのツイートのリンク貼ってるんで、そちらを見てください。もしよければいいことつぶやくんでフォローしてあげてください。私が説明するよりもね、こちらのツイート見てもらう方が早いんですよね。あんまり余計なことはせずにそのまま読みます。言いたいことを一言で言うと、本は全部読まずに気軽に読みたいところだけ読んでいけばいいという話です。本は全部読まないといけないという脅迫観念を捨てて、気軽に読みたいとこだけ読むようにすると知識が広がって面白くなります。ではそのまま読みます。よくある読書の間違ったイメージ、知識は書籍に理路整然とまとまっており、ある書籍の知識を見落とすとその知識は二度と手に入らないと思っている。だから各書籍を全て読まないと正しい知識は身につかないと思い込んでいる。実際の読書のイメージ、そもそも書籍自体の情報が間違っていることもあるし、情報の重複や抜け漏れもある。確かにね、本の情報って結構間違ってることあるんですよね。あとは曖昧な表現でごまかしてることもあるし、めちゃくちゃ格論が長くて余計なものが多い時もある。実際にやるべき正しい読書のイメージは、完璧に読もうとせずに、いろんな本を好きなようにどんどん読みたいとこだけ読んでいけばいいんです。そうすることで知識の点と点がつながって線になり、知識が体系化されて定着していきます。みんなね、一つの本をぎっちりぎっちり読みすぎなんですよね。それよりも早くいろんな本を読んでいった方が、あの本とこの本は同じこと言ってるなとか、もしくは違うこと言ってるなとか、多面的に物事を見れるようになって、結局全てを理解していけるんですよね。隅から隅まで頑張って本を読んでいくことは、どうでもいい格論に時間を使うことに等しいです。なんで本っていうのは読みたいところだけ読めばいいんですよ。あとはうちの CFO はこんなことも言ってました。会計とか労務とか法律とか体系化されていて正解のはっきりしている実務系の知識は、ある程度網羅的に整理された入門書が充実してるんで、まずは広く浅く全体感をつかむのがおすすめです。これ確か中田敦彦さんも言ってましたね。勉強を効率よくやりたいんだったら、分厚い本をぎっちりやるんじゃなくて、薄い本を何回も何回もやった方がいいと。それと同じことです。格論に時間を使うんじゃなくて、全体感を何度も何度も理解した方がいいんですよ。で、全体感が分かった後により詳しい専門書を読めばいいんです。ではついね、本を端から端まで読んでしまう人へのアクションプランです。まずは先ほども言った全部読むのをやめること。もうこれはもうこれ以上言わなくていいですね。次、私がよく言っているおすすめなんですけど、つまらない本だと思ったら読むのをやめることです。本を飛ばし読みするよりも、自分が興味がない本、面白くないなと思ってしまった本を読まないと決める方が効率的です。これきついな、よく理解できないなと思う本って読むのね、すっごい遅くなるんですよ。そして頭にも大して入らない。そういうのを頑張って読もうとする人いるんですけど、時間の無駄です。本ってのは全て当たりってことはないんで、この本読みたいな、ワクワクして先を読み進めたいなと思わないんであれば、もうね、勇気を持って読むのをやめましょう。あなたの時間の方が貴重です。そしてもう一つ、どうしてもやってほしいアクションプラン、私が以前挙げたこちらの動画を見てください。ただの読書は時間の無駄、100人に1人の人材になる読書法、読書についてはこちらに詳しく書いてます。まだ動画見てない人はぜひ見てください。では第2位に行く前に、ちょっと番外編です。これも入れたかったんですけど、ちょっとトップ5に入れるには微妙かなと思ったものです。まず1つ目がヒゲをすること。これはね、男性限定かつ、この努力っていうのは言い過ぎかもしれないんですけど、毎朝一生懸命やるこのヒゲ剃りはね、本当無駄なんで、絶対永久脱毛した方がいいですね。これは繰り返して言ってることです。でもう1つ、髪を切ること。美容室って結構時間長くないですか？カットだけでも30分40分とかかりますよね。男性でも、女性だともっとかかると思います。まあ女性はね、結構ここの時間
時間を削るって難しいかもしれないんですけど、男性で特にね強いこだわりがない人、まあ女性ももちろんですよ、こだわりがない人はキュービーハウスが最強です。キュービーハウスで10分1000円ちょっとで終わらせた方がいいです。時間も短いし値段も安い。私もねよくキュービーハウス行ってます。でもう一つが遅刻癖を頑張って直そうとすること。遅刻癖ね直そうと頑張る人いるんですけど、無駄な努力です。いや一生治らないですよ遅刻癖って。時間って守らないとダメなんじゃないのって思う人もいるかもしれないんですけど、やっぱりねこう小学生からずっとこう遅刻癖を続ける人ってやっぱね先天的にちょっとねその病気とは全く言わないんですけど、ちょっと発達障害っぽいところがあると思うんですよ。だって何の努力もせずにちゃんと時間守れる人って世の中にいっぱいいるんですよ。これ努力の問題じゃないと思うんですよね。で時間をどうしても守らないといけない環境で、それがあなたのやりたいことだったら頑張って直すべきですけど、そうじゃないんだったらもう自分は時間は守れませんと開き直った方がいいですね。もうプライベートだけでも開き直った方がいいです。私はもうね完全に開き直ってます。時間は守れないんでよろしくと。時間を守らせたいんだったらそういう風に管理してくれと。嘘の時間を教えたり早めに集合させたりとか、こまめに準備したかを確認したりとか、そういうことをやってくれと私の人にもお願いしてます。もうね自分ができないことを頑張って直そうとする努力はやめた方がいいですね。ひろゆきさんも遅刻癖があって、遅刻が許せない人とはもう人生で関わりたくないと言ってます。私も結構同じ考えです。もうできないことはできないとはっきり言った方が誠実だと私は思います。では第2位いきましょう。第2位は嫌な仕事を続けることです。私の動画を見て転職を決意する人めちゃくちゃ多いんですよ。関わってはいけない人とか今すぐ辞めるべき会社とか動画を出しているからだと思います。私の動画を見て転職しましたという報告をね DM とか YouTube のコメントでよくもらいます。多すぎて返信はできないんですけどたまに読んでます。そうやって DM をくれる人のほとんどがもっと早く決断すべきだったと語っています。どうやら日本には嫌だなと思いながら仕事を続けてしまう人がたくさんいるようです。努力は夢中に勝てないという言葉があります。皆さんも一度は聞いたことあるでしょう。世の中の成功者インフルエンサーは好きなことを仕事にしろと言います。でも私はよく分かってるんですよ。誰もが夢中になってゲームをするように仕事ができたらどんなに良いことかと思ってる。それは分かってる、分かってるんだけど、皆さんこれですよね。一体自分の人生で何をしたらいいのかが分からない。自分に特別なスキルがあるわけでもないし特別好きなこともない。だから今の仕事を辞めてもその次がね何していいか全く見えない。この会社の外に出るともっとひどい目に遭う気がする。だからとりあえず現状維持で今の会社にいる。私はそう思ってる方が日本で働いてる人の9割以上かもしれないとすら思ってます。何をやればいいか分からないという人は好きな仕事、夢中になれる仕事とは何か正しく理解できていません。夢中になれる仕事って何ですか？これが答えられない限り好きな仕事なんて一生見つかりません。夢中になれる仕事とはあなたが勝てる仕事のことです。シンプルにそれだけのことなんですよ。人生のバイブル、スラムダンクで陵南高校のエース仙道が好敵手を前に、ルカを前に最後に俺が勝つから楽しいんだと語ってますが、まさにねあれなんですよ。勝てる勝負は面白い、負ける勝負はつまらない、それだけのことなんです。何事もそうなんです。ここで言う仕事で勝つというのは自分の実力を発揮して結果を残すことができたと思えることです。ゲームもそうですよね。敵が強すぎるとこんなんクソゲーじゃんってコントローラーを投げたくなります。逆に敵が弱すぎてもつまらなくてやめたくなります。これ要するにですよ、自分がちょっとね頑張ることで勝利することができる、時々負けることもあるけど基本的には勝つことができる範疇にある、そんな適切の難易度の仕事ができていると仕事が楽しいと感じるんです。逆に仕事において一番辛いことは何でしょうか？それは一生これから負け続ける未来を想像してしまうことです。具体的に言うと、たくさんのこう同期の中で同じ仕事をして成績がずっと最下位の時とか、会社の先輩にお前は無能だ使えないと人間のその能力そのものを否定された時とか、こういうことがあると人っていうのは自分が劣ってる人間なんだと痛感して絶望します。自分が何していいかわからない人が考えるべきは勝てる仕事を見つけることです。勝てる仕事を見つけるために4つ具体的なアクションプランをお伝えします。まず1つ目がいつも言っている伸びている業界、伸びている会社に行くこと。これはシンプルに結果が出やすいからです。今ならテクノロジー関連の業界会社一択です。純粋な IT 企業じゃなくてもテクノロジーをフル活用して生産性を上げようとしている、付加価値をつけようとしている会社ならいいと思います。やっぱりねこう現状維持の業界会社とか衰退している業界会社だと結果出にくいですよ。限られたシェアの奪い合いになってしまうんで、どうせ仕事をするんだったら勝ちやすい方が良くないですか？次2つ目、比較される人が少ない環境に行くこと。こう比べられる人が横並びにたくさんいるときついですよ。あいつはもっとできたよとかそういう風に言われるの嫌ですよね。比
較されない環境に行った方がいいです。なんで何百人何千人が同じ仕事をするようなそういう大企業のオペレーショナルな仕事とかね、そういうものは比べられやすい環境にあるんで、正直幸せに働ける確率がちょっと下がると思います。もちろんそういう仕事が好きっていう人ならいいんですけど、やっぱりね、人と比べられるっていうのはきついことですよね。次3つ目、仕組み化されすぎていない仕事をすること。創意工夫の余地がないと、やっぱりね、こう自分の能力を発揮して結果を出した感がないんですよね。結局会社の言われた通りにやっただけじゃんと、ただの労働になっちゃいます。誰でもできるじゃんと思ってしまうんですよ。まだ何も整備されていない小さな会社や大きい会社でも、新しいことをやっている部署とか、そういうことをやった方がいいです。次4つ目、人間関係を大切にしている会社。どんなにそのやっている仕事にやりがいがあっても、会社の人間関係が悪いと終わりです。本当にね、人間関係がギスギスしている会社ってたくさんあるんですよ。そういうのをあんまり見極めずにポンって会社に入っちゃう人が多すぎです。もう人間関係に勝るものはありませんからね。ちゃんと会社に入る前に、働いてる人にどういう人間関係ですかと、ちゃんと等身大の意見を聞いて判断した方がいいです。人間関係をちゃんと大事にしようとしている会社は今増えてきてますから、具体的にどんな取り組みをやっているのか、どんな人を採用しているのか聞いてください。あなたの会社の人間関係がもう全社にわたって悪いんだったらもう終わりです。最後5つ目、いろんな仕事を好き嫌いせずにやってみること。いろんな仕事を実際にやってみることで、自分が勝てる領域、それがどこかを見極められるようになっていくんです。特に若いうちは好き嫌いせずにいろいろやった方がいいです。私も大学時代に一応アルバイトをいろいろやっていて、ヤンキー女子高生よりも仕事が遅かったから、あ、こういう仕事は自分向いてないんだなって納得できました。そこで気づいたからこそ、人がやらないことやらないこと、より戦略的なことにずっとこうシフトしてきて、逃げ続けて今この立場にいるんです。やっぱりやらないと分からなかったと思うんですよね。ここまでアクションプラン話してきましたけども、個人的には無名のスタートアップ、これがおすすめですね。ハードワークなんですけど、もう人生変えたいならもうめちゃくちゃおすすめです。ただスタートアップと語りつつ、名ばかりのところもあるんで注意が必要です。あとはスタートアップっていうのは、やっぱ社長の人格が会社を作るんですよね。もう社長が全てです。小さい会社に行くときは社長をよく見極めてほしいです。創業経営者っていうのは一定のサイコパス感が必要なんですけど、それが行き過ぎてる社長が結構いるんですよね。サイコパスの中にどれだけ人間性があるのか、人徳を重んじてるタイプなのか、それを他の社員から聞くのがおすすめです。では第1位の発表の前に一つお知らせです。 YouTube では語れない価値ある話を配信するまこなりインサイドストーリーズが好評配信中です。今なら1週間無料で見ることができます。私の話をもっと聞きたいと思ってくださる方、ぜひ概要欄のリンクから覗いてみてください。いよいよ第1位です。無駄な努力第1位。第1位は、気が合わない人と仲良くしようとすることです。日本は特に多い気がするんですけど、みんなと仲良くしないといけないという幻想にとらわれた人が本当にたくさんいます。同調圧力の奴隷です。みんなと仲良くするなんて絶対に無理です。どうしても気が合わない人っていうのは存在するんですよ。世界に絶対の正しい正義っていうのはないんですよ。にもかかわらず、一つの正義を他人に押し付けようとすると必ず争いになってしまいます。違う正義を持っている人たちとはもう一線を引いて、お互いを尊重して暮らすしかないんです。宗教が違う人たちと同じ村に暮らすのは難易度高いですよね。価値観が違う人と全然違うことをやってればいいんですけど、正しいと思っていることがこう真逆のことだとね、かなりお互いにストレスがかかることになります。例えば私で言うと、初対面からグイグイ慣れ慣れしくしてくるタイプは本当に苦手です。そういう人がね、人間として悪いとか、そういうことは一切言うつもりないんです。でも単に苦手なんですよね。いじってくるような人も苦手です。向こうからしたらフレンドリーに打ち解けようと努力しているかもしれないんですけど、私は気分悪いです。もうそういう態度を取ってくる人とは必ず距離を置きます。そもそもそういう雰囲気のある人とはもう近づきませんし、初対面で会ってしまった時に、あ、この人とは合わないなって気づいたら適当に予定作ってすぐ帰ります。もうこういう価値観が違う人と一緒にいても、お互いにストレスが溜まるだけで絶対に幸せにならないからです。仕事の関係でドライに付き合っていればいい関係を築けるかもしれないのに、下手に深入りするからダメになるんですよ。私はそういう苦手な人と関わらない代わりに、そういう人たちを非難したり愚痴を言うことも絶対にしません。それは自分の心に壁を作って自分の首を絞めることになるからです。私はこういう YouTuber とか社長とかやってるんで、いろんなね、アンチコメントとかも目にすることありますけども、私はそれも一つの正義だと思ってます。私は誠心誠意これまでずっとね、自分の人生を人の役に立ちたいと思って行動してきた自信がありますけども、それでもまこなり社長は悪いやつだとか、人を騙してるとか、詐欺だとかね、そういう誹謗中傷をする人はずっと昔からいます。でもそう感じるのも、その人の思想の自由なんですよ。そういう思想の自由が許される国の方がいい国ですよね。例えば私みたいな会社経営者か、お金の力で言論を無理やりねじ曲げていくような、そんな世の中だったら嫌ですよね。私と
としては感情的には納得できない、割り切れないって気持ちはもちろん一瞬はうわなんでこんなこと言うんだって思いますけども、でもふと冷静になって、この人はこの人なりの正義があるんだと、自分の価値観だけが正しいんじゃないんだと、そう思ってツイッターだったらさっとミュートしてね、もう関わらないようにします。そういう人たちが例えば頭おかしいとかそういうふうに非難することも絶対にしません。実害がないのに非難し続けるのは人生もったいないんじゃないかなと私は思いますけども、断定して押し付けることはありません。少し話は変わりますけども、アドラー心理学では人の悩みは全て人間関係であると言っています。これはね、私も 100% 共感してます。結局他者の存在を意識しているからこそ苦しむんですよね。人生における幸せとは良質な人間関係を築くことであると言い換えてもいいかもしれません。どんなにたくさんの報酬を得ていたとしても、人間関係が最悪ならその人生は最悪です。なんで人生の価値基準は人間関係ファーストであるべきなんですよ。自分の出世、お金、根性を出すこととかを優先順位の上に置いてはダメです。人間関係ファースト、それが幸せに生きるために一番大切なことです。では気が合わない人とどう向き合えばいいのか、具体的なアクションプランをお伝えします。まず一つ目は逃げること。まず逃げるのが何よりも最優先です。私はね、教育授業をずっとこれまでやってきましたけども、他人を変えるっていうのはね、本当に難しいことなんですよ。めちゃくちゃ時間かかるし、もう根気が必要です。生まれ持った気質、10代幼少期から作られてきたもう凝り固まった思考習慣というのはそうはね変わらないものです。じゃあ自分が変わればいいのか、真面目な人ほどそう考えます。でもね、これもまた簡単なことではありません。そんなに簡単に自分を変えていけるなら苦労はしません。人間関係において最初のパッと見の印象がすごい悪くて、それが数ヶ月経って変わっていくみたいな、そういうことはあると思いますよ。例えば容姿の印象で判断しちゃうとかね。ただね、半年以上同じ職場とか同じコミュニティにいた人で自分が変わることで後からうまく付き合えるようになるなんてことはもうほとんどありません。他人も自分も変えるのは簡単ではない、難しいという事実があるにもかかわらず、皆と仲良くしないといけない、理不尽な環境にも耐えないといけない、自分が悪いんだ、逃げたらダメだ、卑怯者だ、そういう愚かな考えで嫌いな人と頑張って付き合おうとする人があまりにも多すぎます。例えば一緒に働いているメンバーとあんまり関係が良くないのに、上司のことをこの人無理だなと思っているのに、毎朝うわあの人に会うの嫌だなと思いながら会社に向かうとかね、そういうことやってる人ね、本当に人生の無駄遣いです。嫌な人からは逃げる、関わらない、環境を変える、これが一番手っ取り早いです。人間関係の悪い職場は先ほども言いましたけども、すぐに辞めましょう。逃げるのは根性なしなんていうね、人の声に耳を貸してはいけません。そういうことを言う人に限って外のことを知らないんです。嫌な友達と付き合うのはやめましょう。自分に嘘をつかない人間が最後は一番愛される人間になるんです。次のアクションプラン、これはあくまでプラン B なんですけど、第三者に入ってもらうことです。基本的にね、最優先でこの人と会わないなって人はもう逃げるべきです。ただどうしてもね、嫌な人と向き合わないといけない場面があります。そういう現実も理解しています。もうそういう時は自分で解決しようとしてはダメです。第三者に入ってもらうのが一番です。というかね、もうそれしか人間関係の解決方法はありません。人間関係の問題をもう当事者間で解決するっていうのは非常に難しいんですよ。感情的に嫌悪感を持っている人に対しては、人間っていうのは自分が正しい、あの人は間違っていると、そういう考え方をついやってしまいます。そして感情的な言い合いになったりすると、もう取り返しのつかない溝が生まれますんで、そうなるとね、もうゲームセットです。そういったことを絶対に避けないといけません。私は昔口が強いということでよく仲間とトラブルになっていました。創業したばっかりの頃ですね。そういう時に当事者同士で話すと、自分は信念があってはっきりと言いたいことを言ってると、で向こうは信念があってそういう風に言わないでほしいと思ってると、そういうお互いの正義がもう真正面から衝突してしまって、もう喧嘩みたいになっちゃってたんですよね。もう拉致が開かないんで、人間関係が悪くなっているメンバーと話す時は必ず会社の大人の顧問に入ってもらってました。そうするとね、うまくまとまりました。毎回そういう話し合いをする時のコツなんですけど、どっちかが 100% 悪いっていう形になるとダメなんですよ。そうなると絶対に解決しません。人間関係が悪くなってる時点で明らかにね、客観的に見るとどちらかの方が異常者だと、そういうふうに思ったとしても、どっちにもお互いイーブンに責任があるというスタンスで話し合わないと問題は解決しません。どっちかだけ悪いというふうに終わると不満が残ります。明らかに立ちの悪いセクハラをしているとかね、そういう法律を犯しているとかはもう別なんですけど、もう原則は喧嘩両成敗のスタンスでいるべきです。喧嘩両成敗が大事と今言いましたけども、かといって私はここが悪いと思う、でもあなたはここ悪いから直してくださいっていう、そういう言い方をすると、やっぱこう当事者間で伝えちゃうと、こう相手をコントロールするために反省してない自分の反省を無理やり言ってるみたいな、そういう印象になっちゃうんで、やっぱりね、第三者に入って両方に非を認めさせると、でこれからどうするかを考えるってやり方が一番いいですね。人間関係の問題を自分で解決しようとするのはもう絶対やめましょう。ということで、アクションプラン2つ、逃げること、第三者に入ってもらうことを話しました。ということで今回の話はいかがだったでしょうか。
だったでしょうか。最後に今日の話を凝縮して復習していきます。その前にお知らせです。私の経営するディブでは日本最大級のプログラミングスクールテックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアに確実になりたい方、もしくは教養としてテクノロジーに強くなりたいビジネスパーソンの方、これまで著名な経営者や有名人の方もたくさん受講されています。ぜひ無料カウンセリングに足を運んでください。あとはね、このチャンネルの動画をいつも見てくださっているにもかかわらず、まだチャンネル登録してない方、ぜひ忘れずにチャンネル登録をよろしくお願いします。これからも皆さんの人生を変える機会になる動画を上げていきます。では今日の話を復習していきましょう。今回は絶対やるな、ついやりがちな無駄な努力、トップ5を発表してきました。第5位は痩せるために走ること。痩せようとして頑張って有酸素運動はしないでください。アクションプランは食事制限と筋トレです。第4位は資格の勉強をすることです。なんとなく役に立ちそうという理由で資格を取るのはやめましょう。第3位は本を全部読むことです。アクションプランは自分が読みたいとこだけを読むこと、つまらない本は読むのをやめること、私が以前挙げたこちらの動画を見ること、番外編としてひげを剃ること、髪を切ること、遅刻癖を頑張って直すことを紹介しました。どうしてもできないことは開き直るのも大事です。第2位は嫌いな仕事を続けること。夢中になれる仕事とはあなたが勝てる仕事です。アクションプランは伸びてる業界に行くこと、比べられる人が少ない環境に行くこと、仕組み化されすぎていない仕事をすること、人間関係を大切にしている会社に行くこと、いろんな仕事を好き嫌いせずにやってみること、個人的なおすすめはまだ無名の人数が少ないスタートアップに行くことです。無駄な努力第1位は気が合わない人と仲良くしようとすることです。みんなと仲良くしないといけないというのは完全に幻想です。アクションプラン逃げましょう。どうしても嫌な人と向き合わないといけない場合は第三者に入ってもらいましょう。ということで今回長丁場になりましたが、最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。いつもねしっかり見てくださってる皆さんに本当に感謝しています。この動画を見てもしよかったなと思ってくださった方は高評価コメントをしていただけると嬉しいです。このチャンネルは人生にサプライズをテーマに皆さんの人生を変える機会になる動画を上げていきます。これからも頑張って動画を上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。